アルディチャンネル。今年もさまざまなことがあったミニ四駆会。そんな2014年を超個人的な重大ニュースで振り返ってみたいと思います。まずは第10位。ゆるキャラ旋風ミニ四駆会にも。ゆるキャラ界西の黒船くまモンがミニ四駆会へ来襲。発売会場となったモデラーズギャラリーには連日長蛇の列ができました。その人気ゆえか謎の派生モデルも発売。来年もこの流れが続くのか注目です。第9位。 RD チャンネルスタート。登録者数1000人を突破。第8位。新シャーシ発表されず。2012年 AR シャーシ、2013年 MA シャーシとその年のジャパンカップとともに発表されてきた新シャーシが今年はありませんでした。噂される新 VS シャーシや新 FM シャーシ、来年は発表されるのか期待しています。第7位。コロコロ兄貴創刊。オープンクラス待望のコロコロ兄貴が創刊。レッツエンドゴーが復活し、作中で活躍するZウィングマグナムがキット化され大人気となりました。第6位。公式大会新カテゴリー。公式大会に新カテゴリーが登場。まさに神々の戦いチャンピオンズと小さな子供でも楽しいファミリークラスが新たに新設されました。第5位。ブーボス所沢さよなら日産レース。埼玉県所沢市のブーボスボス所沢店ミニ四駆担当西さんのさよならレースが開催され大いに盛り上がりました。アルディチャンネルでは大会の様子と合わせて運営の裏側やこぼれ話を初のドキュメンタリー作品として配信しました。第4位。ブーボス閉店。ミニ四レーサー夢の場所ブーボスボス所沢店さんが惜しまれながらも閉店。昼夜二部制で行われた最後のレースには延べ120名のレーサーが集結しました。第3位。ジャパンカップ2014開幕。富士山チェンジャー初見山。今年も開幕ジャパンカップ。6月から10月まで全国15会場で多くのレーサーが熱いバトルを繰り広げました。私は参戦2大会で全て1次予選敗退。来年は2次予選突破を目標に頑張りたいです。第2位。チャリティーカップ開催。前年末に K ホビーさんを襲った厄災からの復興を願いチャリティーカップが開催。地元レーサータッチンさんの呼びかけに各地からレーサーが集結。大会は大盛況。各自が持ち寄ったレアパーツで行われた復興バザー。売り上げは K ホビーさんに寄付されました。超指摘2014重大ニュース栄えある第1位は競歩レースの復活。埼玉県川越市で絶大な人気を誇る競歩ビーさんの大会が4ヶ月ぶりに復活。季節外れの炎天下のもと待ちわびたレーサーが最高の笑顔を見せながら大会復活優勝第1号を目指して火花を散らしました。Yeah.
というわけで駆け足で2014年を振り返りましたが、いかがだったでしょうか。2015年もアルディチャンネルはミニ四駆動画をどんどん配信していきたいと思いますので、新年もアルディチャンネルをよろしくお願いします。それでは皆さん、良いお年をお迎えください。